この強化を成功させれば、俺の戦闘力は6000、戻れるんだ。頼む。やったー。おいすー、キロインです。皆さん、クローバにガチ夏がやってきました。そして激アツの内容盛りだくさんのイベントでした。ということで、今回は夏イベントの紹介、そしてイベントマップでの釣りでまさかの大金ゲットという方法がありましたので紹介したいと思います。で、イベントマップはイベントのプレゼントボックスを開いていただき、テルミアンに行く、ここから行くことができます。そういうことなので、テルミアンにレッツゴー。はい、テルミアンに来ました。ということで、ここで何するかっていうとですね、まず、ここに到着したら、クエストありますので、一回しか受けれないメインクエスト的なやつ。メインクエストではないか。まあ、クエストありますので、それを一回受けてもらうと。で、僕はもう消化しちゃったんで、もう見えないんですけども、この、マップ開いていただくと、びっくりマークありますと。緑色のびっくりマークが、まあ、散らばってあるんですけども、それサブクエストになると。で、サブクエストからもらえる報酬が、こちら、テルミアン真珠箱。ということで、これ、渦巻く水晶装飾品セットってありますけど、これ、ワールド系で売れるものになるんですけど、まあ、大体、そうですね、値段が高ければ 18M とかで売れるものになるので、まあ、めちゃめちゃお得なんですよ。で、このサブクエストっていうのが、まあ、大体、そうですね、クエスト1回やる、サブクエストやるとかで、まあ、4つもらえるんですよね。で、デイリーミッションという形で、まあ、この NPC セラから毎日1回受けることができるのかな。海賊カカシ破壊。これが、デイリーミッションになります。じゃ、ちょっとこなしていきましょうか。これっすね。海賊カカシ破壊ってことで。で、これでまたさっきの箱がもらえちゃうんですよ。で、箱もらえたら、ま、いいワールド系で、まあ、高く売ることができれば1個 18M とかだと思うんで、そのぐらいっすね。そのぐらいだと思うんで、まあ、めちゃめちゃうまいものになるんですけど、まあ、必ずやっていきましょうと。今回は、まあ、こういうやつですね。カカシ破壊。いいですよね。これ、大砲とかっていうのも、これマジめちゃめちゃ夏仕様なんで、テンション上がります、普通に。で、これ撃っていくと。おりゃ!はい。あ?よいしょい!これで終わったということで。はい、これで破壊終了。デイリー完了ということで。これをもらいました。もらいましたね。もらったら、まあ、開けますと。開けたら、まあ、出てくると。はい、もらいましたと。これ打っちゃえばいいってことですね。で、これを、ワールド系の時に、まあ、しっかり荷物に積んで、殺害商人に売ればお金になると。で、もちろん、今回紹介するのはこれだけじゃありません。こちらのイベントページにちらっと書かれてたものになるんですけど、コックス海賊団っていうのが出現すると、NPC マリンから海賊団制圧のデイリーミッションを受諾してくださいっていうことで、まあ、なんか枠みたいなんですけども、このね、コックス海賊団倒すと宝箱もらえちゃうよって。この宝箱からはいろいろ出ちゃうよっていうものになるんですけど、単純にこれ、時給がめちゃめちゃうまいらしいです。いや、ミッション、デイリーミッションとしてももちろんあるんですけども、デイリーミッション終えてからもうそこで狩りした方が絶対にいいくらいめちゃめちゃ時給がうまい。だいたい今日配信で聞いたら時給8とか10とかって言ってた人もいたかなっていう感じらしい。まあ、めちゃめちゃ美味しいものになるので、ぜひこれ参加しましょうと。で、出現時間決まっていて、12時から1時と、あとは20時から21時になるみたいなので、まあ、ぜひ参加しましょうと。ちなみになんですけど、ツイッターでチラッと見たら、これ、戦闘力そんな関係なく、遠距離移植が結構いいらしいんですよ。なんで、遠距離移植、例えばレンジャーとか持ってる方は、レンジャーにキャラチェンジしてやってみてもいいかもしれないです。まあ、試してみて、効率悪くなったら変えるでいいと思うんですけど、まあ、そういった情報をチラッと聞いたので、まあ、一応共有しとくといった感じです。はい。そして、今回の動画で紹介したかったのは、こっからになるんですけども、この辺でね、釣りすることができますと。まあ、釣りなんてどこでもできるじゃんって思うかもしれないですけど、今回やばいのがこの釣りなんですよ。で、ここでの釣りから釣れるものってのがあるんですけど、紹介します。一つ目、黄金シラカンス。まあ、5万シルバーで売れる換金アイテムだと。二つ目、黄金人で、20万シルバーで換金できるアイテムだと。で、もちろん他のね、こういった、まあ、お魚さん釣ることができるんですけど、試しに、まあ、一匹釣ってみますけどね。あ、こんな感じで釣れるんですよ。
で、たまに釣れるものがあるんですけど、これ地図が入ってる瓶というものになります。これ何かっていうと、めちゃくちゃ簡単なクエストを進行するだけで 3.75M 分の換金アイテムがゲットできるっていうものになるんですよ。めちゃめちゃいいもの。ただこの依頼は1キャラ1回までという制限があるので、サブキャラをめちゃくちゃ持ってる方なら、まあ、最大10枠あるので最大で 37.5M 稼ぐことができるんですよ、この地図入ってる瓶で。しかも地図が入ってる瓶、これは同じキャラクターで釣ることができる、まあ、ゲットすることができるんで、まあ、一晩から長くて2晩いや2番3番しておけば、まあおそらく手に入るでしょうと。10キャラ分は手に入る、そんなかかんないと思うんですけど、僕はちなみにこの地図が入ってる瓶手動で、まあ20分ぐらいで2つゲットしたぐらいになるので、まあ2番ぐらいでゲットできるんじゃないかなっていう、正直そんな気はしてます。で、使用してみると、これ繰り返し挑戦できない依頼を受け落としてますって出たと思うんですけど、このキャラクターではやってるっていう、まあアピールのものになるんですけど、もちろんこのように領地の倉庫に預けることができる。これをサブキャラで受け取ればいいんですね。で、先ほどの地図をサブキャラの方で受け取りました。これを使用します。そうするとクエスト宝探しってやつがあるので、これを進行していくとめちゃくちゃ簡単なものになる。まあちょっと自動移動してみましょう。はい、こちらの方で草むら確認しますよと。ごそ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 、これで換金アイテムゲットできちゃうんですよね、こういう感じで。で、人手が15個シーラカンス15、これで合計で 3.75M ゲットしたというものになる。なので、まあ、この動画を見てくださった方、まあ、眠いな、寝たいなっていう時に、先ほどの釣り場に行ってもらって、まあ、釣り放置してもらうと。まあ、正確にどのぐらいかかるかっていうのは正直わからないですが、まあ、一晩、二晩、まあ、長くて3日あれば、おそらくこのサブキャラ分の地図ゲットすることができると思いますので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回のイベント、めちゃめちゃ熱い。なんか特設エリアっていうのが今までなかったですよね。そういうなんかその新しいフィールドできちゃうっていう今までなかったんで、まあめちゃめちゃ気合が入ってる。めっちゃうまいイベントになるんで、ぜひ皆さんやってくださいということです。で、告知させてください。結構8月はイベントが盛りだくさんです。まあ、GCS、ギャラクシーチャンピオンシップ、黒い砂漠モバイル。8月の10日から予選が開始され、25日に決勝がありますと。決勝の様子は配信にて、ケロフェンが解説、そして実況の方を置いてがっつりと、やっていくと、配信していくっていうものになるので、ぜひオフラインでは原宿、オンラインではまあ配信でということで、皆さん盛り上がっていきましょうということなんですが、10日から、予選が開始されるので、10日、ケロ編はちょっと名古屋の方に遊びに行こうかなっていうふうに思ってます。それに伴って、9日かな ?9 日の夜とかに、おそらく配信になるんですが、YouTuber っぽい外配信っていうのをちょっとやってみようかなっていうふうに考えていますんで、ぜひ気になる方はご覧ください。で、8月の13日は、野々宮美香さんとのコラボ配信、ラモー戦場やっちゃおうぜっていうことで遊んでいくので、ぜひご視聴ください。ということで、8月は、ケロ編ゲームズ、黒い砂漠モバイル、めちゃめちゃ熱いぞ、盛り上がっていくぞっていうことなので、視聴者さんもぜひ一緒に盛り上がっていきましょう。ということで、終わらせていただきたいと思います。この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。で、毎日夜9時から12時、YouTube ライブの方で配信しておりますので、遊びに来てください。配信の方では質問受け付けております。まあ、今後来るであろう、まあ、近いうちに来るであろう覚醒食のこととか、まあ、系列ダメージについてもそうですが、いろいろお聞きされても、まあ、お答えできるだろうっていう準備はしてますので、ぜひ、その辺のこととか聞いていただいたりとか、まあ、大会のこととかね、雑談ベースでお話できればなって思うので、ぜひ配信の方にも遊びに来てください。よろしくお願いします。動画投稿の時間は夜20時を目安に毎日投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。